はい、こんにちは。こんにちは。今日はですね、マッスルグリーンのお二人をお迎えして、ちょっとトークを取ろうと思います。てか今ですね、ここは茨城県の城里町って、はい、ところに来てまして、今日はですね、せっかく二人いるので、僕今減量末期で11月大会なんですが、大会終わってから今まで結構爆食いして20キロ増えたりとかしてたじゃないですか。2、3年ぐらいやってたわけですよ、はい、うん、でもうそれいよいよ卒業したいなと思って、定期的にそうやって1日、チートデイみたいな感じで爆食いとかはしたいなと思うんですけど、それでもコンディションは5キロとか6キロ増とかに抑えて、なるべくコンディション保って大会に対する欲も出てきたので、しっかりとトレーニングしたいなと思うんですけども、そうなった時にマッスルグリルから教わる年間を通して太らない食生活っていうのをですね、あざみさんは結構そのボディービル目線で、井上くんはもともと格闘家 で今は結構そのバリバリね働いている感じになるので、より一般的な目線として聞きたいなと思います、はい、まずあざみさん的にそのどうですか、ね、その太ってしまう人とかリバウンドしてしまう人って、まずやっぱ自分も選手としてリバウンドとか当たり前の時代もあったわけなんですけど、やっぱりその一つのコンテストっていうのを終わりにしていたっていうのが一つまずあるんですよ。だからそこまで2ヶ月でダイエットして、とりあえずそこまでっていう意識だとやっぱりリバウンドしちゃう。それはもうなんかその意識なんですけど、はい、だけどその D さんみたいに11月からさらに次っていう今モチベーションに変わってくると、はい、やっぱ食事もぶれないで、トレーニングも強度が上がっていくってなってくると、やっぱまずそこでリバウンドはしなくなってきたりしますね。一般的なダイエットする方もそうだと思うんですけど、ここまでってなっちゃうとやっぱ必ずリバウンドはするのかなっていうところで、未来を見据えてる人ってそこで過度なダイエットって多分しないと思うんですよ。もっと強度を高くしていくにはご飯食べなきゃいけない、減量するにはちゃんとした食事を突き詰めていかなきゃいけないってなると、そんなに枯渇させなくてもしっかりダイエットができて、食欲が一気に出ちゃうこともないっていうところもあるんで、はいはい、次の目標を決め続けることがまずリバウンドをしないのかなっていう感じはしますね。ダイエット食から目標が達成された時にどういう食事に切り替えていけば年間通して食生活っていうのを保てるんですかね。あ、なるほど。そうですね、基本的には調理をするっていうのを自分大事にしてるんですけど、食品とかを買ってしまうとカロリーが増えてしまうんですね。同じ親子丼じゃ食べたいとか、じゃあ例えばそばを食べたいとか肉じゃがを作るとかでも、その市販のものよりも自分で煮て作ったりすると低カロリーだったりするんですよ、はい、なので、そこをベースに今まで食べていたものをぶらさないでいくっていう感じですね。食品とかを入れてしまうと、もうその食品個体ですごいカロリーが高かったりするんで、はい、一見ヘルシーなものを作ってるように見えても、その食品の中に油がすごい入ってたりとかして、例えばスープ作るにしてもウインナーを入れるってなってくると、それだけで結構カロリーで上がっていっちゃうんで、基本的には自分で食材を調理するっていう方法であれば、割と食べても太れないと思うんですよね、まず。なるほど、うん、例えば20キロそれで太ろうって言われても、多分大食い選手とかじゃない限りはそんなに増えないのかなっていうのがあるんで、はい、面倒ですけど自分はなるべく自分で調理するっていうことがコンディションが崩れないのかなっていう感じがします。年間通して食べるものって固定してるんですか？そうですね、基本的にはもう皆さんと一緒で鶏の胸肉、白米、卵、これをもう 80% の食事ですね。でたまにこうなんか食事会とかあると、その一食だけそこにあるものを食べる。なるほど。っていう感じですね。甘いものとか食べたりはします、はい、そうですね、甘いものもし食べるとしたら、はい、甘いものでも焼き芋とかもう食材を、リンゴとかバナナとか、はい、それが自分の中では最大限甘いものっていうことにしてるんですよ。うん、でそれ以上甘いものって正直砂糖の味じゃないですか。もう砂糖にシナモン混ぜるとかだからそれ以上甘くなっちゃうと自分の中ではじゃあ砂糖でいいじゃんっていうレベルなんですよ。ちょうどよくこう細胞の中に水分があって糖分があってっていう、こうフルーツとかっていうのが自分の中で最大のやっぱ甘さ。例えばリンゴに砂糖振りかけたらまずいじゃないですか。感覚なんですよ、自分の中で。ちょっと変わってるって思われるかもしれないですけど。いやけどあざみさんシズラ行った時もオレンジとか20個くらい食ってますもんね。そうですね、それが結構自分の中では限界値、甘さのっていう。カロリーでいうとどれぐらいのそのカロリーを考えればいいんですかね。例えば基礎代謝からどれぐらいを考えればいいんですか。いやでも基本的に 120% くらいが上限、普通の人だと上限になるのかなっていうところなんですけど、はい、ボディビルダーみたいにこう体に執着があって、もう追い込む人、トレーニング追い込まないと気が済まないっていう人は基礎代謝の 150% くらい食べる、でも太んない人もいますし、そこら辺はもう本当に生活習慣の中で活動代謝がどれだけ多いのかなっていうところにかかってくると思うんですよね、はいはい、生活活動代謝、はい、すげえ追い込む人とライトユーザートレーニングの、はい、だからそこら辺で
一概にこれとは言えないところがあるかなっていうのは思いますね。調理をするってことがやっぱり一番、あ、そこはもう間違いなく自分の経験上コンディション崩れるってことはまずないのかなと思います。うん、なるほど。井上君はボディービル的な食事ではないと思うんですけれども、はい、なんか一時期福岡になった時あったじゃないですか。優しい言い方が優しかった、はいはい、ありがとうございます。その時から体重落として、はい、ずっとキープしてますよね。キープします、キープします。それは何か意識したんですか。やっぱりね、習慣になったんだと思うんですよね。僕もあの、はい、多分 D さんのところと近くて、はい、一回制限とかしちゃうと、はい、いっぱい食べたくなっちゃうし、はい、甘いもの大好きなんで、はいはいはい、昨日もチンスコ12個食べちゃったんですけど。チンスコ12個は結構やばいね。1袋食べちゃったんですけど、あのそういうの好きなんですよね、はいはい、だけどやっぱダイエットって習慣と、はい、あと食事の選択だと僕は思うので、はい、僕はあのコンテストに出られるような人間ではないんですけど、だけど食生活っていうのは本当に気をつけてて、何を食べるかっていうのはすごく選択してます。アナミさんは結構自炊を推奨されるんですけど、はい、やっぱり、ね、なかなか、ね、時間作れない人もいるんですよね、はいはいはい、そういう場合僕はあの食品とかも買うんですけど、はい、なるべく添加物とかあんまり少ないもの、人工甘味料とかもあんま入ってないもので、1日に自分がどれくらいのエネルギーを摂取してるのかっていうのを必ず把握してます。買ったものでもいいんですけど、必ず裏見てめっちゃ変なの入ってないのかなとか、はい、カロリーどれくらいなのかな、食べるものの裏を見るっていう、もう習慣をつける。でそうするともう大体見なくても1日どれくらいエネルギー取ったって分かってくるようになるんですよね、はい、何ヶ月かやっておくと。そうするとそこまで大幅に食べ過ぎちゃったりとかなかったりとかして、どうしてもやっぱ甘いもの食べたいとかっていう時は週に1回にするとかね、そこであと帳尻を合わせればいいんじゃないのかなと思うので、食べ過ぎちゃった翌日はまあちょっと抜くとか、そうやってうまく付き合っていかないと、好きなものが好きな時に食べられる時代なわけじゃないですか、はい、それをね、太らないっていう方が難しいんじゃないかって僕思っちゃうんで確かにそう、気持ちめっちゃわかるんですよ。チンスコを昨日12本食べて、はい、カロリーはある程度他の食事は調整しますし、はい、やらかしたんですね昨日は。だから今日は控えてますよ、抑えてます。でそのチンスコがめちゃくちゃ美味しくて食べ過ぎちゃったんですけど、チンスコ食べたいかも。あざみさん今度、あざみさんチンスコ作れないですか。チンスコ、あでも作れますね、あのハード系のチンスコなら。ハード系のチンスコ和菓子とかも普段は食べないですか、はい、これみんな参考にならないですね、自分の意見。もう執着しちゃってるんで筋トレと体に。けど筋トレやってる人って、うん、足トレの日は和菓子取ってハイカーボンにするみたいなのもあるじゃないですか、はいはい、あざみさんはどうですか。自分はそれなら白米普通に食う。例えばなんか自分が謎なのが、じゃあそれを食べたところで翌日のトレーニング強度上がるのとか、うん、それ食べたところでちょっとでも筋肉増えるのって言ったら、別に和菓子でもおにぎりでもいいんでしょっていうことだと思うんですよ、はいはいはい、でその人は和菓子を選んでる、で俺は普通に同じ炭水化物源として白米を選んでる、違う人は芋を選んでるとかいうことで、まあ、自分はその白米を選ぶタイプなんで、はい、そのいい悪いは多分ないとは思うんですけど、和菓子がダメって言ってるわけではなくて、はいはい、和菓子を俺の場合食事として食べられない、だから和菓子食うとしたらもうオフで、すごい和菓子が美味しい店に行って大福があったら食べたい、その辺のコンビニで売られてる大福は食事にはならないから食べないっていう感じ、もう分けちゃってると思いますね自分。なるほどね、はい、食べるんだったらこだわる。そう、こだわりたい、うん、いいものを食べたい。井上君はどうですかそこら辺は。自分も食べたいんでなるべく食べないようにしますよ。本当だったら食べたいけど、僕はあの油系よりも砂糖系が好きなんで和菓子の方が好きなんですよね、はい、一番好きな食べ物をもしかしたらトップ3和菓子かもしれないっていう水羊羹とおはぎとずんだおはぎみたいな。ずんだおはぎはめっちゃわかる。美味しいですよね。めっちゃわかる。そうそうそう、本当は毎日でも食べたいですよ、はい、でもやっぱそうすると太っちゃうから、それをあのフルーツに変えたりとか。そうするとやっぱ不思議とね、リンゴとか1個食べたら満足するし、はい、バナナはね自分結構食べちゃうんですけど、今の時期とかラフランスとかね食べると自然な甘みだし、そういうものに置き換えてます。であとはまあやっぱ食べ過ぎないっていうのとかは心がけてますし、まあ、週に6回そういうので乗り切ったら、まあ、週に1回ぐらいはじゃあ和菓子を食べてもいいんじゃないとか、そういう風にしないと、まあ、僕はそのずっと続けることができないタイプの人間なんで、そこの選択を一番重要にしてますかね。2人とも選択してるっていう感じですよね。売られてるものよりも、まあ、調理するっていう感じだし、変なもの入ってるか入ってないかで質のいいものを選ぶんでカロリー調整してっていう感じだと思うので、うん、ダイエットにいいものって多分トレーニングにもいいものじゃないですか。だからその量を増やせば自然的に良くなっていくことしかない。ダイエットに良くないものをダイエットの期間以外に食べると、それはトレーニングに響いちゃうと思うんですよね。一貫性はあるのかなと思いますね、食べるものに。浅見さんってトレーニングするときって空腹の状態ですか。あ、もう必ず空腹にします。トレーニング前はもう食べないですか、はい、3、4時間は最低空けたいです。あ、本当ですか、はい、へー。結構自分は
脳は腹減ってるって感じてる時が一番筋肉が元気だと思ってるんですよ。それはもう消化とかのタイミングとかによると思うんですけど、はい、脳がお腹いっぱいだよって思っちゃってるってことは筋肉までたどり着いてないんじゃないですか、その栄養が。だからだるい時ほど調子いいんですよ。筋肉がだるい時は調子悪いんですけど、それ大体満腹の時とか、はい、そういう時はもう筋肉がなんか疲れちゃうんですけど、まあ消化にも回ってるし、まあそうですね、って感じですか、はい、自分のその消化能力の経験からすると自分の場合はかなり空腹の状態の方が調子がいいかなっていう感じがしますね。終わったらもうすぐ食べる、そこ食べますね、はい、俺も今年は大会終わったら爆食いすると思いますよ。いやそれは見たいですよD さんが食べてるとこは。本当ですか、はい、俺ねシズラーで元気さんがめっちゃ飯食ってるのを見るの好きなんですよね。ねいいですよね、ああいうのね。いや元気さんって結構シズラーったら4回ぐらい回ってるからソフトクリームね、そうそうそうちょっとまたみんなで食べたいですけど、まあそれでもねやっぱり僕も大会終わった後はある程度コンディションはねキープしたいと思いますので、皆さんも参考にしてみてください。ありがとうございました。はい、